首里劇場とは、沖縄県那覇市首里大中町一の五にある映画館。1950年に開館し、1970年代以降には、成人映画館として営業していたが、2021年5月1日からは、名画座として営業している。座席数は211席。35mm フィルム映写機のみ設置しており、フィルム映画の上映に特化している。 1950年、首里始発の映画館として開館した。オープニング作品は新東宝の男の涙であり、東宝作品を中心に上映した。初代館主の金城伝工は、那覇市にニュース映画専門の牧師ニュース館を経営しており、首里劇場は2巻目の映画館だった。開館当時は、沖縄芝居や時代劇芝居、邦画、洋画を上映していた。 かつては、首里城跡に、琉球大学のキャンパスがあって周辺が賑わい、首里バスの修理工場の行員なども詰めかけた。二代目監守の金、白田真の時代には、映画人気の低迷からピンク映画を上映するようになり、ジェラシーゲームやトルコ行進局務の城などが流行った。2010年代には、沖縄県を拠点とするミュージシャンによる音楽ライブも盛んに行われており、 渋沢市らゾーケストラのライブや、ヤッチムンの25周年記念ライブなどが行われている。新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響による日本政府の緊急事態宣言を受けて、2020年4月23日から5月15日には臨時休業した。営業再開の際には、客は1日15人程度で密集しない。 建物が古く隙間風が通り抜け密閉ではなく、接客もしないので密接でもないなどと自虐して来場をアピールした。2021年2月1日には再開日未定の長期休館に入ったが、3月26日からはいくつかのドキュメンタリー映画を特別上映した。2021年5月1日には名画座として営業を再開した。 2021年2月までは o p 映画制作などのピンク映画上映館として営業していた。ピンク映画監督の荒木太郎は手里劇場のファンであることを公言しており、ロビーには荒木太郎作品のポスターなどが貼られている。ピンク映画館であるため様々な性癖の観客が訪れるが、作品を楽しみたい観客のために芸の痴漢だけは禁止している。 手裏劇場のトイレは今時珍しいポットン便所であり、映画館、サイト、港町記念ま通り管理人の大谷直弘は、手裏劇場を訪れたら、ぜひ見ていただきたいとしている。手裏劇場の観客は、基本的に男性であるが、男性用個室の他に、女性用個室もあり、女性用個室には、覗き穴が設けられている。監視の近城正則は、 古い汚い匂いを売りにしていこうと思っています。感動しながらビンビン、笑いながらビンビン、などと語っている。ありがとうございます。